1974年、上側が朝日橋、下側が新朝日橋、上流より、手前のアッチ橋が朝日橋、奥のトラス橋が新朝日橋、下流より、手前のトラス橋が新朝日橋で二層式であることがわかる。朝日橋は、広島県広島市の大田川に架か,かる道路橋、下流側に新朝日橋を併設しており、ここでは、 双方ともに説明する。朝日橋及び新朝日橋の二橋ともに、国道2号筋にかかる橋である。朝日橋は上流側に位置し、西方面から市内中心部へ入るときに最初に渡る橋である。新朝日橋は下流側に位置する。朝日橋は三連アーチ橋で上り線のみ。新朝日橋は二層式トラス橋であり、上地は、 西広島バイパスから続く高架道であり、最終的には平野橋まで整備される予定、下地は下り線のみ。上流側に広島市道七三高五線と広島電鉄本線が通る平洋橋の新小井橋、下流側に高五橋、東に行くと新観の音橋へと続く。昭和初期からある橋で、戦後大田川放水路改修に伴い1960年3月、 朝日橋が架け替えられ、新広島バイパス整備に伴い1973年、新朝日橋が架けられた。1930年山手川に、東隣に流れる福島川と山手川が形成する中津内の福島町から恋を結ぶ目標が架けられた。これが初代の朝日橋である。その場所は現在地から上流へ約280メートルの位置で、 現在のものより半分以上短い橋で、当時存在していた山手川再下流に架かる橋であった。東には当時、中洲から東の観音町に向けて、西大橋が福島川に架かっており、市内中心の高野橋から、明治橋住吉橋観音橋西大橋、朝日橋が東西を貫く観戦筋の一つだった。1945年8月6日、原爆被災。 一部で壊れたものの落橋せずとかできる状況であったことから多くの被爆者が西方面へと避難して行った。当時、教場は人で溢れ返っていたと証言がある。ただ、同年9月に上陸した枕崎台風により、朝日橋は西大柱と共に落橋してしまった。戦後、山手川と福島川の間にあった中洲を春節し、 河川幅を拡幅する大田川放水路改修工事が行われ、西大橋付近は埋め立てられ、朝日橋は掛け直されることとなった。1953年着工、1960年3月、竣工。総事業費6億5、800万円。なお、竣工当時は、高楼税道路橋として国内最長であり、中国四国地方で初施工となる。 ニューマチック系損基礎が採用されている。その後1973年に下流側に新朝日橋が加強され、現在の形となった。新朝日橋に関するカテゴリー、ありがとうございます。